はい、ボッチザロック2024年春劇場総集編上映決定、イエーイ。総集編かよっていう人もいるかもしれないんですけど、2期作りたくても結構時間かけられるものだから、まあ、その間のつなぎとして総集編を入れるのは間違いなく正しいですね。アニプレアニメで結構総集編やってる作品っていうと、まあ、直近でいくと、まあ、鬼滅の刃が遊郭編の最終決戦編と、まあ、最後の見送り編で、まあ、実質総集編と新作パートをやってたっていうのと、まあ、結構10年ぐらい前の話だけど、まあ、魔法少女まどかマギカ先輩が、まず総集編前後編やってから、まあ、新作の反逆をやるって感じですね。まあ、まだ、新作まだ続いてるんですけど、まどマギ先輩は。いや、来年のアニプレ映画熱いんじゃないんですかね。うん。ソードアートオンラインの新作も一応まだ制作決まりましたし、たつき監督のアニメ映画も多分来年っぽいですし、鬼滅もなんか発表はされてないんだけど、まあ、この勢いだと最終決戦編でまた映画選考やるんじゃないかなって感じがします。いや、ボザロ映画はまあ、やるんじゃないかなと思ってたんですよね。うん、あくまで総集編なんだけど、まあ、ボザロはなんか人外ギャグ漫画だけじゃなくて、やっぱバンドアニメ漫画でもあるから、まあ、劇場で音響が良いのを聞くとやっぱりいい印象になるだろうから、やっぱその辺も含めて映画はあるんじゃないかなと思います。あと、まあ、映画で新情報を流すっていう手もありますしね。はい、ともあれボザロはまだ終わらない感じですね。うん、それこそ軽音大先輩とかラブライブとかアイマスとかバンドリとか、まあ、音楽系の作品って映画化すること多いから、まあ、その辺の流れにボザロも乗れればめちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思います。ということで、ボザロ総集編映画って話でした。うん、来年多分見に行くと思います。よろしくお願いします。